ハートマグの作り方の説明をします。マグネットジェルネイルを塗って磁石でキラキラさせていきます。ワイヤーに磁石をつけて爪にかざします。この時ハートがうまく作れなくても大丈夫です。もう一度ジェルネイルを塗って磁石でキラキラさせてハートを作ったら大丈夫なのでやり直しができます。ワイヤーに磁石をつける位置ですけど、上でも下でもうまくできないので、ちょうどカーブのところから7ミリから1センチしたあたりに磁石をつけてかざしてください。ちょっとうまくできないときは微調整しながらかざしてみてください。針金の輪っかの部分を上に向けるとハートはできないですので、必ず下に向けてください。爪にワイヤーを当てるのは、つくかつかないかのギリギリのところで当ててキープしてください。ワイヤーを当ててハートができて、ゆっくり外すとハートがぼやけてしまいます。で、ハートができたらさっと外して硬化してください。説明は以上になります。